何でも打ち返すで。課金。School of Rock。さあ、毎週木曜日のこの時間は4組の副担に乃木坂46の柿原佳先生が登場。今夜は先週発表があった通り、先日行われた乃木坂46の12歳のお誕生日をお祝いする乃木坂46 12th year birthday live の振り返り授業です。今日も語尾テンション高いね、校長。もう早くね、カッキーからのバスラー振り返りを聞きたいからね。生徒のみんなもそうでしょ。じゃあ行こうか、乃木坂ロックス。俺は行けなかったからな、バスラにな。京都はね、チラッとだけでも見れたってことだけど、でもカッキーからのね、この振り返り何話してるかっていうのを聞きたいしね、生徒のみんなも一緒に聞いていこうか。ちょっとな。奈良県20歳男性、ラジオネーム奈良漬けくん。はるか先生こんばんは。12th year birthday live 4日間お疲れ様でした。僕は1日目のバースデーライブを見させていただいたのですが、とても幸せな時間でした。僕ははるか先生推しなので、会場ではるか先生のかっこいい姿やかわいい姿をたくさん見ることができてめっちゃ幸せでした。今回のライブは曲が4日間ともに違うので、ダンスを覚えるのが大変だったと思いますが、メンバーが一丸となって完璧にダンスを披露している姿を見ると、自分ももっと大学の勉強を頑張らないといけないなと思いました。ありがとうございます。初日のライブを見てくれたんですね。ありがとうございます。いかがでしたか？会場で見たのかな、それとも配信で見たのかな、どっちなのかな。ということで、今夜は私たち乃木坂46が先日3月7日から10日まで埼玉スーパーアリーナにて4日間にわたって行った乃木坂46の12歳のお誕生日をお祝いする乃木坂 46 12th year birthday live の振り返り授業をしていきます。 Attention everyone、 乃木坂 Locks Kaki Haruka。生徒の皆さんこんばんは。4組の副担任、乃木坂46の柿春香です。さあ、今日は乃木坂46 12th year birthday live、 通称バスラの振り返り授業です。今回のライブは4日間、各公演ごとに楽曲をリリースした年代で区切られていて、乃木坂46の歴史をたどる構成でライブをお届けしていきました。その中で私たちが披露した曲は全部で123曲プラス新曲ということで、ね、そんなにやってたんだって思いますね。そんなちゃんと数えたことなかったんですけど、改めて言われると、そんなに披露してたんだなって思うというか。でも今回はその1期生さん2期生さんが卒業されてから初めてのバースデーライブで、歴史をたどる形なので、昔の乃木坂が好きだったっていう方もライブに来てくださる、見てくださることがあると思ったから、そういう方にも、あ、今の乃木坂っていいじゃんって思ってほしいなとか、で今の乃木坂好きな人は今の子たちがやる昔の曲ってめっちゃいいなって思ってもらいたいなとか、すごいそういう思いが強かったです。ということで、今夜はライブを見た生徒の皆さんの感想書き込みをチェックしていきましょう。まずは京都府23歳男性、ラジオネーム如月20日のストレイシープさん。はるか先生こんばんは。 12th year birthday live 初日に参戦してきました。帰って即この書き込みをしています。僕は今日のライブではるか先生のセーラー服姿がとても印象に残りました。まず序盤に披露されたバレッタ、センターで出てきたはるか先生はセーラー服に包まれており、大人に反抗する女子高生のような、大人と子供の狭間に取り残されたかのような、単に可愛らしいだけではない不思議な魅力を備えたセーラー服姿でした。その後、制服のマネキンもセーラー服で披露されており、普段は先生として接しているのにまだまだセーラー服姿が似合う、しかし女子高生とは違った似合い方のはるか先生に釘付けでした。まだまだセーラー服着続けてくださいということで、ありがとうございます。初日に来てくださったみたいで嬉しい、ありがとうございます。そうなんですよね、デイワンでバレッタ披露させていただいて、これそうなんです、センターで初めてこの曲でセンターに立たせていただいて、ちょっと大丈夫かなっていうのはありましたね。やっぱりファンの方々にも私のイメージって言ったら多分笑顔のイメージが強いだろうから、どう思うんだろう皆さんっていうのは思いながらやりましたね。でもこの曲、私個人的にやっぱすごい好きな曲
なのでこの演出もすごい綺麗で、あのセンターステージの真ん中からバラの花びらが吹き上がる演出がめっちゃ好きでしたね。でも制服のマネキンもすごい乃木坂として大事な曲というか、その披露するにあたってリスペクトを込めてダンスもしっかりもうかっこよく披露したいみたいなことを話し合ってみんなでやらせていただきましたね。あのもう一曲セカラバ、世界で一番孤独なラバーでも、あのセーラー服っぽい制服を着させていただいて、この日1日で3つ3着セーラー服着たんですよそういうことってなかなかなくて、あのバスラなのでその曲の衣装はもうオリジナルで着ようみたいなのになってたので、もう1曲披露したら着替えて、披露したら着替えて、披露したら着替えてみたいなので結構着替えが多かったんですね、1日目初日は。でも多分3着セーラー服着てる人あんまいなくて、その中でもそのメンバーの衣装ラックかかってる衣装のところに私だけセーラー服3着かかってて、そこで佐藤梨花ちゃんに、え、カッキーなんでそんなセーラー服着るのって言われる。え、でもセーラー服似合うからいいじゃんカッキー、かわいいよって私の言い方で言ったらなんかすごいチャラく聞こえるかもしれないけど、でもそうすごいね、バレットのセーラー服も、え、カッキーのセーラー服めっちゃ似合ってた、かわいいって言われる。すごい褒めてくれたんです、リカちゃんが。でも思い出に残った曲たちでした、ありがとうございました。では続いて東京都18歳女の子、ラジオネームたまさん。はるか先生こんばんは、初めてメッセージを送っているのでとても緊張しています。4日間のバスラお疲れ様でした。私はデイワンに参加しました。人生初めてのライブがこのデイワンでした。人生初めてのライブか、素敵なライブで、このライブが初めてのライブで本当に良かったと思っています。特にはるか先生がラジオでおっしゃっていた孤独兄弟を生で見れたのが嬉しかったです。また今回のために柿猫うちわを作ったのでよければ見てくださいということで、嬉しい、柿猫うちわを作ってくれてね、作ってくれたら嬉しいなーとも言わずとも作ってくださるのが嬉しいですね。今回のライブもいっぱい見かけました、柿猫ありがとうございますね、そうデイワンはね、その前孤独兄弟が見たいと私が言ったらありました、当たってましたね。オリジナルは白石麻衣さんと橋本奈々美さんなんですけれども、今回は我がスクローブロック仲間ニャギニャギちゃんと菅原さつきちゃんが2人で披露してましたね。うん、めちゃめちゃかっこよかったですね。うん、全体ライブで2人のユニットを披露する、しかも1日目って多分めちゃめちゃ緊張するし、2人しかいないので多分顔をモニターに大きく映したいから、しゃがむ振り付けはなしにしてくれとか、踊ってると横にブレちゃって顔が移動しちゃうから、やっぱりここ振り付けを入れたけど振りをなかったことにしてくれとか、ダンスをもっと揃えた方がいいよとか、めっちゃなんか変更点が多かったっていうか、その現地リハで前日とか当日リハで変更点がめっちゃ多くて、ただでさえ緊張するしプレッシャーがあるのに、その上で現地でもっと変更されて、もう踊るのに体が慣れてるから踊らないでくれなんて言われても、ついつい踊っちゃったりしちゃいそうなのに、2人とも裏でもうすっごい練習してて、ほんとすごいなって思いましたね。もう堂々としてし、緊張してなさそうに見えるし、何でもこなしちゃうように見えるけど、そういう裏での努力がそう見せてるんだなって改めて思いました。この時なぎちゃんもさつきちゃんも2人で支え合って披露してたので、本当にこの曲孤独兄弟は2人にぴったりな曲だなって改めて思いましたね。かっこよかったです、めちゃめちゃそう、好きな曲なので聴けてよかった。裏で私ずっと見てました、2人の披露かっこよかったね。ありがとうございます、見に来てくださって。改めてたまさんありがとうございます。では続いて千葉県男性、ラジオネーム大川さん。はるか先生こんばんは、トゥエルフスバースデーライブ4日間お疲れ様でした。初日と3日目にステバ席にいて参加させていただきました。初日から全体の盛り上がりがすごく、やっぱり現地で体験するライブはすごいと思いました。またはるか先生を探していたら、なんと指望遠鏡ではるか先生がステバステージバック
席ですねに来てくれて、目の前でご尊顔を拝見することができました。わら。はるか先生の笑顔にすごく癒されました。4日間通して乃木坂の歴史を振り返ったと思うのですが、はるか先生が4日間でこれがやれてよかったと思う曲は何かありますか、ということで。ありがとうございます。初日と3日目に来てくださったんですね、大岡さんは。そうですね、そうなんですよ。今回のライブは演出でステージバック席だったり、スタンドだったり、なんていうんですかね、入り口なのかな、にメンバーが行くっていう演出があって、私は初日が2階のステージバック席にお邪魔させていただいたんですよ。で、これあの日僕はとっさに嘘をついたの曲が始まった時に移動したんです、ステージバック席っていうか、その裏に多分皆さんが通ったであろう廊下をメンバーが走って、階段とかエレベーターで上がっていって、でアリーナなので、まあ円になってるんですけど、下手からしか各場所に行けなくて、だから上手、まあ、反対の人はもうぐるーって一周回ってそこに行かなくちゃいけなくて、だから準備する時ももう走ってそこまで行って出て、皆さんにわーって言って手振って、確かもう指望遠鏡のラスサビとかで吐けてガンダッシュで帰ってきて、その次の曲のそんなバカなのアウトロにまでに着かなきゃいけなくて、それが大変でもうタイムアタックみたいな感じで、もうすっごい裏でめっちゃ走り回ってて、でそれも一番遠いところはもう足が速い4期生の松尾美優ちゃんとか清宮玲ちゃんとかはもう一番端っこの上手の端とかに配属されて、多分玲ちゃん4日中 2,3 日ぐらい遠いところすぎて、もう4日目にはもうもう玲走れない、もうしんどいって言うんで、でももうそれすらもういい思い出になるというか、もう皆さんの出た時に笑顔を楽しんでくださってる姿がもう嬉しくてチャラです。もう走ったことすら思い出になりました。楽しかったです。やっぱ一曲一曲に思い出があります。もうでも4日間通して言われてよかったなって思う曲は、4期生が初めて先輩と同じステージに立って披露した曲って、今でもっていうかいつになっても大事で、セブンスイヤーバースデーライブの時に4期生で傾斜するを披露させていただいたんです。その時に着た制服と同じ演出とで今回のライブで2日目に披露させていただいて、改めて初心に帰るというか、立ち位置も同じで歌わりも同じで、もしあの時会場に来てくださってるファンの方がいらっしゃったなら、うわ懐かしいって思ってもらえたんじゃないかなって思います。ですし、まあ16人ではないけど、でも4期生で同じ曲で同じ制服着てバースデーライブっていう同じステージに立たせていただいたのは、個人的に一番思い出に残ったし一番嬉しかったなって思います。
届けしているのは乃木坂46で傾斜するです。初めてステージだった時は景色を覚えてないくらい緊張してたのに、今になったらもうファンの方の顔を一人一人見れるくらい余裕もできてて成長したなって思いましたし、あの時はまだ栃木の学校に通ってて、そのレッスンとかも新幹線に乗って通ってて、電車の中でリハ動画見たり歌詞を確認したり、学校の授業中にあの頭の中で練習してたりでもね、もういつになっても初心は忘れずにいたいなって思いますね。そんな気持ちを思い出させてくれた忘れ4日間だったなって思います。ということで、そろそろ授業終了の時間になりました。今日はあの私たちのバースデーライブの振り返りをしていきましたけど、まだまだ皆さんからたくさんの感想が届いておりますので、ライブがね4日間あったので、やっぱり今日だけではさすがに話しきれないので、来週の授業でも引き続き振り返りをしていこうと思います。ということで、ぜひ来週の授業もお楽しみに。それでは私とはまた来週この教室でお会いしましょう。4組の副担任、乃木坂46の柿遥でした。バイバイ。今日はバスラのね1日目と2日目の感想書き込みをもとに振り返っていったけども、下手上手でピンときた生徒がどれぐらいいるのかという怪しいね。その見ながら、ああじゃあ下手だから僕らから見て左手にずっと行って移動してたのかとか、右ね上手だから、あみんなは上手側で、じゃあ僕らから見てじゃあ左手側からずっと回ってた、右手側からずっと回ってたのかとか、それぐらいもうリアルな、その細部までリアルにカッキーが話してくれると思うと、まあ裏側だよね。これは振り返りよ。いやこれぞ本当の振り返りね。いや楽曲のさ、あの時に何々が起きてとかはさ見てるわけじゃない、皆さんは。そうね、あの生徒がっていうか見てくれるお客さんがもね、そんなことじゃないんだから、もう裏も裏絞って右か左かまで教えてくれる。これが一番、それを何よりも興奮して話してるカッキーがいいのよ。そうね、下手上手裏の歌詞はぐるっと回ってるとかそのぐるっともさ、俺らは行ったことあるから分かるよ、バスラのあの会場の裏とどうせああなってくるなってのは分かるからあったけど、これがいい。いや分からないよ知れるがいい。そうだね、うん、で来週はそのバスラ振り返り後編でございますどうなんの3日目4日目の構成はどうなってんの教えてということでね、参加できなかった生徒、もちろん参加した生徒、みんなで盛り上がっていこう。